皆様こんにちは、セリナです。今回は4月18日発売、エレガンス2023サマーニューカラーよりレオンジュレアイズ N の新色15番と16番、エレガンスラズルスターアイカラーの限定色 S01、S02、S03、 そしてフロッキーアイブローマスカラから BR の20番と WN の50番をご紹介していきます。今回のコレクションは長期限定アイテムのエレガンスラズルとジェル質感のレオンジュレアイズという違った質感のアイシャドウが発売されたので、それぞれのアイシャドウの質感やカラーについてはもちろん、今回のコレクションをミックスしてのメイクルックもご紹介していきたいと思います。またこちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。エレガンス2023サマーニューカラー、ご紹介していくのはこちら、レオンジュレアイズ N の新色15番と16番。プルントジュレがまぶたにフィット、開放感のある明るさと生命の力強さを表現した色彩で、魅力ある眼差しを演出する輝きとツヤ感続くアイカラー。15番は眩しい輝きを放つイエローゴールド、16番は光と影のコントラストが印象的なディープグリーン。続いてエレガンスラズルスターアイカラー、溢れる色とキラキラの質感で弾けるような一瞬の世界観を表現したカラーコレクション。キラキラ彩り華やかに、ルールに縛られないきらめき愛。ご紹介していくのは S01 グリスニングパッション、 S02 ゴールデンナイツ、そして S03 マジックビーム。そして最後はこちら、フロッキーアイブローマスカラ、ふんわり 3D 眉マスカラ、ミニブラシで高発色、一塗りで抜け感と立体感を叶える、エアリーな立体感でふわっとカラーチェンジ、表情まで柔らかく整えるフィルムタイプのアイブローマスカラ。今回は全4色展開の中から BR20自然に馴染むナチュラルブラウンと WN50 温かみを感じるピンクブラウンの2色をご紹介していきます。それではまずレオンジュレアイズ N の新色2色から実際にまぶたの上に塗ってカラーを見ていきたいと思います。まずこちら側には15番眩しい輝きを放つイエローゴールドのカラーを塗っていきます。レオンジュレアイズは初めてご紹介しますが、ジェルタイプですがそこまで膜感が強すぎないのでかなり塗りやすいです。はい、レオンジュレアイズの15番はこんな感じです。明るめのイエローカラーのベースにシャンパンゴールドのラメがキラキラと輝くようなカラーなので、まぶたの上にのせてみると意外と黄みが強すぎないので、どんなカラーとも組み合わせしやすそうだなと思いました。ジェルテクスチャーの質感に微細ラメも加わるので、カラー自体はとてもナチュラルですが目元に立体感も出るので、他のカラーのベースに使用したりアイシャドウのグラデーションの上に重ねるのはもちろん、このカラー単色使いでも可愛いなぁと思いました。こういったジェル状のテクスチャーのアイシャドウは膜感が強すぎると上から重ねた時にベースに塗っているアイシャドウがよれてしまうということもありますが、こちらのレオンジュレアイズは膜感が強すぎないタイプだったので、しっかりとアイシャドウが乗るように何とか重ねたり、他のアイシャドウと組み合わせたりなどいろいろな使い方が楽しめそうです。このジェルテクスチャーのツヤめきとラメの輝きがとても綺麗ですね。続いて反対側のまぶたには16番
光と影のコントラストが印象的なディープグリーンのカラーを塗っていきます。16番は反対に塗っている15番とは対照的に、手元で見た時もかなり発色が良かったので、必ず一度手の甲でカラーを調整してから塗っていくのがおすすめです。締め色にも使えそうなくらいしっかりと発色してくれます。はい、16番はこんな感じです。指に取ったものを手の甲で調整して少量ずつ塗り重ねていきましたが、こんな感じでしっかりとカラーがまぶたに乗ってくれます。カーキのような深みのあるグリーンカラーで、とても大人っぽくておしゃれな目元に仕上げてくれます。ベースのカラーはしっかりと発色しますが、16番にもイエローゴールドやシャンパンゴールドのような微細ラメが輝くので、一色で仕上げても程よい立体感が出てくれました。はい、まずはレオンジュレアイズの新色15番と16番、それぞれ比較してみるとこんな感じです。どちらにもイエローゴールドやシャンパンゴールドのラメの輝きがあるので、夏らしい印象の目元に見せてくれますが、15番は黄みが強すぎないカラーで、16番はカーキのようなかなり落ち着いたグリーンカラーなので、夏らしさの中にも大人っぽさがあってとても素敵だなと思いました。15番と16番を組み合わせてメイクしてもとても相性が良さそうです。では続いてエレガンスラスルスターアイカラーを1色ずつ単色塗りでご紹介していきます。1色目はこちら S01 のリリスニングパッションです。こちらのアイシャドウは昨年ご紹介したエレガンスラズルアイシャドウとはまた別のシリーズとのことで、さらにラメによるきらめきが強い感じがします。特にこちらの01番は手元で見た時もカラーとホロのようなラメがしっかりと乗るような質感だったので、一気に塗るというよりも少量ずつをしっかりと伸ばしていく方がムラにならずに塗りやすいなと感じました。はい、 S の01番はこんな感じです。単色で仕上げてもこんな感じで、発色がしっかりとしているアイシャドウの上にラメ感が強いアイシャドウを重ねた時のようなしっかりとした発色と大粒ラメの華やかさを一つで楽しめるようなアイシャドウです。カラーもラメもしっかりと乗ってくれる分、一気に塗ろうとしてしまうとアイシャドウが溜まってしまう感じが少し気になるので、少量ずつを少しずつ密着させるような塗り方がおすすめです。夏らしいレッドオレンジのようなカラーですが、そこまで明るすぎないので華やかなのに大人っぽいカラーでとても素敵です。レッドの他にもピンクやゴールドのラメの輝きも感じられるので、レッド系のカラーを使うと目元が腫れぼったく見えてしまうという方にもとても使いやすいと思います。続いて反対側にはこちら S02 ゴールデンナイツを塗っていきます。こちらのカラーは反対に塗っている S01 と同様、しっかりと発色もしつつラメ感を楽しむことができますが、今塗っている S02 番の方が粉質が軽い感じがするので、 S01 よりもすごく伸ばしやすいです。はい、 S02 ゴールデンナイツはこんな感じです。こちらも反対に塗っている S01 と同様、しっかりとベースのカラーが塗った上に大粒のラメがきらめくタイプかなと思いましたが、よく見るとベースには透け感があって、ゴールドのしっかりカラーがついたラメがぎっしりとまぶたに乗るようなアイシャドウでした。今回はカラーがはっきりとわかるようにしっかりと塗り重ねましたが、アイシャドウのグラデーションの上に軽く重ねてアクセントとして使ったりするのも可愛いんじゃないかなと思います。いろいろな使い方が楽しめそうです。カラーは少しブロンズニュアンスも感じるようなゴールド系です。 S01 番と S02 番それぞれ引きで見るとこんな感じです。それでは最後こちら S03 のマジックビームです。こちらのカラーは予約の段階で一番人気とのことでした。
見た目はホワイト系ですが、まぶたの上に乗せるとこんな感じでグリーンの変光ニュアンスが楽しめるカラーです。はい、S03 マジックビームはこんな感じです。見た目はこんな感じのホワイトカラーに見えますが、まぶたの上に乗せてみると角度によってイエローゴールドに光ったりブルーグリーンに光ったり変光ラメを楽しめるカラーでした。粉質は今回発売された3色の中で一番滑らかで塗りやすかったです。引きで見るとこんな感じでより変光感が分かりやすいと思います。一気に夏らしい目元に見せてくれますね。続いてフロッキーアイブロウバスカラーを左右に塗ってカラーを比較してみたいと思います。全4色展開ですが、今回は予約の時点で特に人気とのことだったこちら BR の20と WN の50のカラーをご紹介していきます。まずはこちら側に BR の20ブラウン系のカラーを塗っていきます。手元で見た感じかなり液がみずみずしいタイプだったので、軽くティッシュオフをするかブラシについている液を少し調整してから塗るのがおすすめです。まず軽く毛流れに沿って塗って、その後毛を逆立てるようにして内側にしっかりとカラーを入れていきます。ティッシュオフをしても結構しっかり液がついてくれます。ただみずみずしいタイプなので液が固まってしまってパサパサに見えるという感じでもなく使いやすいです。はい、こちら側に BR の20を塗ってみました。反対側はまだ眉マスカラを塗っていない状態ですが、ブラウンのカラーをのせることで一気に柔らかい雰囲気に見えますよね。写真などで見るとベーシックなブラウンだと思いましたが、店頭でカラーを見せていただいた際にこんな感じで少しピンクベージュのニュアンスも感じるような柔らかいブラウンだったので、この絶妙なブラウンカラーのアイブロウマスカラはなかなか珍しいなと思って今回購入してみました。実際に眉の上に乗せてみてもこの絶妙な柔らかいニュアンスが乗ってくれるので、ふんわりと柔らかい雰囲気になってすごく可愛いなと思いました。ブラウンのアイブロウマスカラの中でも他のブランドとは一味違った色出しが楽しめると思います。そして液の質感もすごく良くて、テクスチャーが硬いタイプの眉マスカラだと毛が固まってしまって角度によって眉マスカラが浮いてしまっている感じが気になるアイテムもありますが、こちらはみずみずしい液だからかしっかりとカラーも乗りつつも綺麗に眉に馴染んでくれます。角度によって眉マスカラが浮いて見えてしまうということもないので、ものすごく使いやすいなと思いました。眉マスカラなしの方と比較してもこんな感じでとても自然なので、眉マスカラを塗ると眉が固まってしまう感じや不自然に見えてしまう感じが苦手という方にもとてもおすすめです。カラーだけでなく質感もとてもいいですね。続いて反対側にこちら WN50 を塗っていきます。こちらは柔らかいピンクブラウンのカラーということで、予約の時点でも一番注目度が高かったそうです。眉の上に乗せてみても結構明るめのピンクブラウンですね。はい、こちら側には WN の50を塗ってみました。手元で見た通りの少し白っぽい明るめのピンクブラウンで、こちらも一気に柔らかい雰囲気に見せてくれます。ただこんな感じでしっかりと眉に馴染んでくれるからか、ピンクカラーが浮きすぎてしまって不自然に見えてしまうということもなく、日常使いにも全然問題なく使いやすそうなピンクブラウンカラーでした。柔らかい印象に見せたいときにすごく可愛いと思います。比較してみるとこんな感じです。引きで見るとよりそれぞれの明るさの違いなどが分かりやすいと思います。パウダーでふんわりと仕上げた時のように自然にカラーが乗ってくれる眉マスカラだったので、こちらは全色揃えたいなと思ったくらい浮かずにすごく使いやすかったです。
ではここからは今回のコレクションを使ったメイクルック2パターンをご紹介していきます。まずは1つ目のメイクルックです。アイブロウはすでにロッキーアイブロウマスカラの BR20 を塗ってある状態なので、アイシャドウはまずこちらレオンジュレアイズ N の15番を指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。続いてエレガンスラズルスターアイカラーの S01 を指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで乗せていきます。レオンジュレアイズは塗った後もベタベタ感が残らないので、上からパウダーアイシャドウを重ねても綺麗に乗ってくれてとても使いやすいです。最後にエレガンスラズルスターアイカラーの S02 をブラシに取って、ブラシで軽く黒目の中心にゴールドを入れていきます。ブラシで軽く撫でるように乗せるとラメだけが乗ってくれるので、こんな感じで綺麗にアイシャドウの境目が置けてくれます。そのまま下まぶた全体にも乗せていきます。はい、一つ目のメイクルックはこんな感じで完成しました。レオンジュレアイズのジェルテクスチャーのツヤ感とエレガンスラズルアイカラーの大粒のラメの輝きが加わって、夏らしい光を反射したような華やかな目元に仕上がったと思います。カラーもゴールドとレッドオレンジを組み合わせたので大人っぽさも感じられるような夏らしい雰囲気に仕上がったと思います。レオンジュレアイズはすぐにまぶたに密着してくれるので、パウダータイプのアイシャドウのベースとして塗っても上から重ねるパウダーアイシャドウがよれてしまったり混ざったりしてしまうこともなく、とても使いやすかったです。引きで見るとこんな感じで、いろいろな質感のツヤ感と輝きがとても綺麗だと思います。続いて2パターン目のメイクルックです。アイブロウマスカラはこちら WN の50を塗ってある状態です。まずこちらレオンジュレアイズ N の16番を指に取って、目の際を濃くアイホールに向かって薄くなるようにグラデーションしながら塗っていきます。手の甲でカラー調整していくとこんな感じで一色でもグラデーションが作れるような質感なので、とても使いやすいアイシャドウです。そのままブラシにも取って下まぶたにも薄く塗っていきます。続いてエレガンスラズルスターアイカラーの S03 を指に取って目尻3分の1に塗っていきます。目を開けた時にカラーが見える位置くらいまでの少し太めのライン状になるように重ねていきます。はい、2パターン目のメイクルックはこんな感じです。ベースに塗ったレオンジュレアイズの16番が単色塗りでもしっかりと立体感を出してくれるタイプだったので、あえて目尻3分の1にエレガンスラズルスターアイカラーの偏光ラメを塗って夏らしい華やかさをプラスしてみました。アイシャドウ2色で作った簡単なグラデーションですが目元に立体感が出ていますよね。エレガンスラズルスターアイカラーもグリーンっぽいニュアンスに光るので、この2色の相性もとても良かったです。引きで見るとこんな感じです。ピンクブラウンのアイブロウとグリーンの目元の相性も抜群ですよね。はい、ではこんな感じで4月18日発売エレガンスのサマーコレクション2023よりレオンジュレアイズ N の新色2色と限定のエレガンスラズルスターアイカラー3色そしてフロッキーアイブロウマスカラから2色をご紹介しました。今回のコレクションはレオンジュレアイズもエレガンスラズルスターアイカラーもどちらもラメによる強いきらめきを楽しめるアイテムばかりだったので、組み合わせてメイクをしてももちろん可愛いですが、普段のメイクにプラスワンしてあげるだけで
一気に夏らしいきらめき感が足されるので、ラメ好きの方にはぜひチェックしていただきたいコレクションでした。そして個人的には、発売前からカラーが可愛いなと気になっていたアイブロウマスカラが、カラーのニュアンスが絶妙だったのはもちろん、質感もかなり良くて、アイブロウパウダーで仕上げた時のようなふんわり眉に仕上がるアイブロウマスカラで、すごくいいなと思いました。エレガンスラズルスターアイカラー以外のアイテムは全て定番の新色となりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問や、こんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。